これですね、このなんか気持ち悪いやつですね。で、今犬もかわいそうだったと思うんですけど、まあ、こんな感じであの仲間をも殺しちゃうんですね。侵入者、イミコで倒せる説。こんな感じですね。ここでよく追い詰められちゃうんですけど、で、こんな感じで追われるんですけど、もう絶対絶命に見えるじゃないですか。ただこれ、侵入者を倒すときめちゃめちゃ使えるんじゃないかなと思ってるんですね。こいつバカだな、追い込まれてんじゃんって思わせて、多分めちゃめちゃ強い、これ。来た。魔法使いかよ、よりによって。魔法使いはね、ダメ。魔法使いは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 ダメ。お、当たった！行け！当たるわ、やっぱり。当たるのがよくわかった。これが図書孔明の力だ。作戦大成功だぜ。いや、魔法使い来た瞬間はやべえと思ったけど、多分油断したんでしょうね、こいつバカだと。いや、僕読んでますよ、こっちは。3センチ先ぐらいまで読んでるからね、俺は。うわ、スパイブレスか。何してんの、何してんの、何も見えない、何も見えない、何も見えない。よっしゃー、手品王にょー、手品王にょなすりつけ、ゴゴゴゴゴゴー。まあ作戦としては悪くないけど、これだけで倒そうと思ったら結構な不意打ちが必要ですね。っていうかね、なんで遠距離攻撃系が来んねん、さっきから。当たったでしょ、今の。今の当たったでしょ。なんで当たらんの。なんで当たらんの、今の。なんで当たらんの。え、なんで当たらんの。よっしゃー、
よし。はい、よくやったぞ、イミコ。あ、3勝1敗ぐらいですね。うわ、来た。バイバーイ。あ、いて、あ、いて。助かった、ありがとう。俺の方がね、やべえ、勝ち越してる。1回しか負けてない。あのね、俺ステータス全振りしてるから強いんだよね。よくやったぞ、イミコ。あのステータスがね、あの筋力とあそこら辺はもうタリスマンで上げてるんですけど、生命力に全部振ってるのでなかなか死なないんですよね。あのレベルはねマッチングしなくなっちゃうのでセーブしてるんですけど、結局生命力が強すぎるので、まあ、攻撃力担当イミコさんなので。魔法ずるいじゃん、魔法。とちこでございます。おっさ、やべやべ、お後がよろしいようで。ぐわっ、引っかけた。そうなんです、つきまとうんです私。これまともな戦術に、やれ巨人、巨人やれ、よっしゃ。よっしゃ。これまともな戦術に見えてんのかな。狂ったやつ来たと思ってんだろうな。あれ巨人、巨人助けろ。もうダメだ。やったー、やったー、こんな強い人倒した。絶対強いじゃん今の人。
いやもうなんか満足したわ。